2024年10月20日、ナンバーアンダーライン愛の海外旅行、ファン必見。平野翔、薫、ガン・ユータ、神宮寺・ユータが語る海外旅行の目的とは、急速を超えた進化への助賞。2024年10月20日、ナンバーアンダーライン愛の海外スケジュールに関する発表がファンに届けられました。このニュースは、ファンにとって期待と興奮をもたらすものであり、 特に彼らの行き先や旅行の内容についての関心を引きました。結成1周年を記念して、ナンバーアンダーライン愛の3人のメンバー、平野翔、岩優太、神宮寺優太は、1年間の激務を乗り越えた後、ついに海外での休息とリフレッシュを計画しました。彼らにとってこの旅行は、単なる息抜きだけではなく、次なるステップに向けた重要な準備期間でもあるのです。この1年、 ナンバーアンダーラインアイは多くのことに挑戦し、成長してきました。彼らは数々のミュージックビデオを制作し、その中で新しい音楽スタイルや振り付けを取り入れ、さらに大規模な音楽番組やフェスティバルにも積極的に参加してきました。その中には国内だけでなく、アメリカなどの海外公演も含まれています。こうした活動の積み重ねが、彼らの知名度をさらに高める要因となりましたまた。 人気の上昇に伴い、多くの著名ブランドから広告出演のオファーも受け、メンバーそれぞれが個別に CM や広告キャンペーンにも参加しました。このように、彼らは常に多忙を極めるスケジュールの中で、自らのキャリアを築き上げてきたのです。しかし、このような過密なスケジュールは、精神的にも肉体的にも大きな負担を伴うものです。特にアイドルグループのメンバーとして、 常にパフォーマンスの質を保ち、進化し続けなければならないというプレッシャーは計り知れません。ファンの期待に依頼、業界の競争を勝ち抜くために、ナンバーアンダーライン愛の3人は常に全力を尽くしてきました。それにもかかわらず、長期にわたるストレスや疲労は避けられないものです。だからこそ、今回の海外旅行は、彼らにとってただの息抜き以上の意味を持っています。この旅行は、 彼らが再び活力を取り戻し、次の創作活動に向けて新しいアイデアやインスピレーションを得るための大切な時間となるでしょう。音楽やパフォーマンスにおいて、創造性は非常に重要です。新しい場所、新しい文化に触れることで、彼らはこれまでとは異なる視点を得ることができるかもしれません。また、3人が一緒に過ごす時間は、チームとしての絆をさらに深める絶好の機会です。 彼らはこれまで多忙なスケジュールの中で、一緒にいる時間を十分に取ることができなかったかもしれませんが、今回の旅行を通じて、お互いをより理解し合い、強固なチームワークを築くことができるでしょう。音楽の世界では、しばしばアーティストが自身のキャリアにおいて一時的なブレイクを取ることで、その後の作品に新たなエネルギーをもたらすことがあります。例えば、世界的に有名なアーティストたちも、ツアー後に休暇を取り、 リフレッシュしてから新しいアルバムを制作することが一般的です。ナンバーアンダーライン愛もこの例に習い、今回の旅行が彼らの今後の活動にポジティブな影響を与えることは間違いないでしょう。さらに、この旅行はファンにとっても興味深いものとなっています。ナンバーアンダーライン愛がどの国に行くのか、彼らがどのように過ごすのか、ファンはその詳細を知りたいと思うでしょう。海外での彼らの姿は、 SNS やメディアを通じて公開されるかもしれません。そうした情報が、ファンとのつながりをさらに強化する要因にもなるでしょう。特に、彼らが訪れる場所が観光名所であれば、ファンたちもその場所を訪れたいと思うかもしれません。これにより、ナンバーアンダーライン愛が訪れる場所自体がファンの間で注目され、観光地としての人気が高まる可能性も考えられます。もちろん、 彼らの休暇はただの観光旅行ではなく、これまで積み上げてきた成果を振り返り、次のステージに向けた心の準備をするための重要な時間でもあります。過去一年間、彼らは数々のチャレンジを乗り越え、音楽シーンにおいて確固たる地位を築いてきました。しかし、エンターテインメント業界では、停滞は許されません。常に新しいものを生み出し続けなければ、瞬く間に競争に飲み込まれてしまいます。 だからこそ、ナンバーアンダーライン愛の3人は、この旅行を通じて次なる一歩を考えるでしょう。新しい曲、新しいパフォーマンス、新しいプロジェクト、これらのアイデアが、彼らの心の中で形作られているかもしれません。また、このような休息とリフレッシュの重要性は、単にエンターテインメント業界に限った話ではありません。どの分野においても、 長時間の労働やストレスは想像力や生産性を低下させる原因となります。多くの研究によれば、定期的な休暇を取ることで、心身ともにリフレッシュし、仕事のパフォーマンスが向上することが示されています。ナンバーアンダーライン愛のメンバーが今回の旅行を通じて得るであろうリフレッシュ効果は、彼らの音楽活動においても確実にプラスの影響を与えるでしょう。一方で、 この旅行は彼らにとっても新たな挑戦となるかもしれません。異国の地で新しい文化に触れることで、これまでの自分たちの価値観や考え方に挑戦する瞬間が訪れるかもしれません。例えば、アジアの文化とヨーロッパの文化の違いや、音楽業界における国際的なトレンドなど、さまざまな要素が彼らに新たな視点を提供するでしょう。これらの経験が、彼らの音楽やパフォーマンスにどう影響するのかは、 今後の活動を通じて明らかになるでしょう。ファンとしては、この旅行が彼らの次なる作品にどのように反映されるのか楽しみでなりません。新しい曲やアルバムがどのようなテーマで構成されるのか、またどのようなスタイルやジャンルに挑戦するのか、彼らのクリエイティビティがどのように進化するのか、期待が高まります。また、海外での経験が彼らのパフォーマンスや振り付けにどのような影響を与えるのかも注目されるでしょう。 もしかすると、これまでのナンバーアンダーライン愛とは一味違った、より成熟したアーティストとしての姿を見せてくれるかもしれません。今回の旅行は、彼らにとって重要なリセットの時間であり、同時に未来への準備期間でもあります。一年間のハードな活動を振り返りながら、彼らは次のステージに向けた新たな目標を定めていることでしょう。ファンとしては、彼らの成長と進化を見守り、 次なるステージでの活躍を心待ちにしています。この1年でナンバーアンダーライン愛は目覚ましい活躍を遂げ、国内外での存在感を強めてきましたが、彼らの進化はここで終わるわけではありません。今回の海外旅行を経て、さらに成長し、進化した姿でファンの前に戻ってくることでしょう。彼らがどのような新しいインスピレーションを得て、どのような形でそれを作品に反映させるのか、期待は高まるばかりです。 この旅行のもう一つの重要なポイントは、3人のメンバーがより強い絆を築く機会であるということです。芸能界での活動は、個々のパフォーマンスが注目されることも多いですが、グループとしての結束力は彼らの成功において不可欠です。ツアーやイベント、撮影といった共同作業の中で、お互いを支え合い、理解し合うことは、グループとしての成長に直結します。しかし、 忙しいスケジュールの中では、そうした時間を十分に取ることが難しい場合もあります。今回の旅行では、仕事から一旦離れ、リラックスした環境の中で、3人が改めてお互いを見つめ直し、グループとしての一体感を深めることができるのではないでしょうか。特に、彼らのような長い間ともに活動してきたグループにとって、個々のメンバーがどれだけ自由に表現できるかという点も、 これからの成長において重要な要な素です個々が自分らしさを発揮しつつ、グループとしての一体感を維持することは簡単なことではありません。だが、平野優太、神宮寺裕太という個性豊かなメンバーが、互いを理解し、尊重し合うことで、より強力なナンバーアンダーライン愛が誕生するでしょう。彼らは一緒に過ごす時間を通じて、個々の才能をどう生かし合うか。 そしてグループとしてどう前進するかを再確認していくに違いありません。また、今回の旅行は彼らにとってただの休暇という枠を超えたものになるかもしれません。アーティストにとって、リフレッシュの時間は単にリラックスするだけでなく、未来の作品に向けた新しいエネルギーを蓄える機会でもあります。新しい場所で得る刺激は、創作意欲を高め、これまでにはなかったアイデアを生む源泉となることが多いのです。 例えば、異文化との出会いや、見知らぬ風景、現地の音楽やアートなど、さまざまな要素が彼らの中に新たな発見をもたらすでしょう。さらに、海外での経験が彼らの音楽性にどのような影響を与えるのかという点も注目に値します。n o ー,ア,ンダーラインアイはこれまで、国内外で幅広い音楽活動を行ってきましたが、今回の旅では新たなジャンルやスタイルに触れる機会があるかもしれません。例えば 海外の音楽シーンにおける最新のトレンドや、新しいサウンドに触れることで、次のアルバムやシングルにどのような影響が及ぶのかは、ファンにとっても大きな関心事です。もしかすると、これまでの彼らのスタイルを踏襲しつつも、新しいエッセンスを取り入れた楽曲が誕生するかもしれません。また、彼らが広告業界での成功を収めていることにも触れておくべきでしょう。 彼らは数々の有名ブランドとのコラボレーションを通じて、音楽以外の分野でも存在感を示しています。広告出演は、単なるプロモーション活動だけでなく、彼らのキャリアにおいて新しいファン層を獲得する重要な手段となっています。海外旅行中にも、そうした広告業界とのつながりが続くかもしれません。例えば、訪問先の国での広告キャンペーンや、現地のファッションブランドとのコラボレーションなど、 可能性は無限に広がっています。これにより、ナンバーアンダーライン愛は国際的な知名度をさらに高めることができるでしょう。旅行から戻ってくる頃には、彼らのスケジュールは再び忙しくなることでしょう。新しいプロジェクトやライブ、さらには新作のリリースなど、ファンは待ち遠しい気持ちでいっぱいです。しかし、この一時的な休暇が、彼らにとって精神的にも肉体的にも大きなリセットの機会となり、 再び舞台に立つときには、よりエネルギッシュでパワフルなナンバーアンダーライン愛を見ることができると期待しています。彼らの成長と進化を楽しみにしながら、ファンとしても彼らの旅が成功することを心から願っています。今回の旅行は、ナンバーアンダーライン愛にとってこれまでの努力を振り返り、これからの目標を再設定する大切な時間です。1周年という節目を迎え、彼らが次にどのようなチャレンジを選ぶのか、 その答えはまだ明らかではありませんが、確かなことは、彼らは常に進化し続けるということです。新しい音楽、新しいパフォーマンス、新しいステージ、彼らが次にどんな驚きをもたらすのか、今後の活動に期待が高まるばかりです。そして、この旅行がその一歩を後押しするものになることを、ファンとして心から信じています。